久保さん、山本太郎さんの回してるらしいじゃないですか <laughs> で。今回乗っかりましょうか。山本さ太郎さんのなんちゃら。ちょっとこれキーワードをちょっと探します。で、僕はあの山本太郎さんの多分動画作った理由が、その街頭演説ですね。街頭演説で酔っ払いの人。酔っ払いの人に対して向き合ってこう喋ってるっていうところがあって、あの、まあ、それで感銘を受けたとか感じて、感じたんでまたアウトプットしたんですけど、 なんだろうな。多分、山本太郎さんって、うん、当たり前のこと言ってるんですよ。多分。<laughs> そうじゃないですか。当たり前のことっていうか、まあ、今まで、なんだろうな、うーん、みんなその、政治のルールだったりとか、いろんなルールのしがらみがある中で、その言葉をチョイスして、こう、多分演説してたと思うんですよ。言葉チョイスですね。だから山本太郎さんは、いや、こうでしょうと。こうやんないとダメでしょっていうね。 当たり前のことを熱弁するっていうね。でしかももう切り込んでいくっていうね。そこが支持されてるところなんじゃないかなと思います。でまあすぐまとめに入っちゃいますけどまとめとしてはこれから支持されていく人っていうのは、えー、どれだけ自分の素というか素直を,をこう出せるのかっていう。今までは鎧をね被った人が その権力を握ってたい部分があるけれどもこれからはその一般の人たちが一般の、うん、情報に触れてよりその身近になっ情報っていうのが身近になってきたわけですから、まあ、山本太郎さんも YouTube でね動画の方要は演説をその場で見れない昔は演説をその場に行かなかった聞けなかったけれども今いくらでも YouTube でいくらでもリピートして聞けるわけですよ。 だからより身近に情報になったわけですよ。じゃあその身近になった情報で、その固められてる、なんかその、なんやろな。うーん、今まで通りの話をしてる人って多分淘汰されていくと思うんですね。だからこれからは本当にその、真っ向勝負というか、か真っ向勝負がね、できる時代になってきたのかなと思いますね。うーん。だから僕も商品売り続けてますけれども、本当なんか、愚直に素直に徹底的にやってるだけなんですよね。 うん、だから、うん、そう一人一人の動画とかもずっともう4年5年ずっと作り続けてますし、うん、だからそれで最近アンケート取ってお客さんに言われたのがその浸透してるわけですよ。吉田さんやっぱ一人一人の動画が一番最初やるべきことだと思いますそれが一番効果が高いと思いますみたいなお客さんから言われてちょっと浸透してきたなみたいな。いや本当ににそうでなんか1対1をどれだけ素直に やれるかまあライズアップもそうじゃないですかライズアップも1対1なんですよだからこれからはかよりカスタマイズされてよりピンポイントでより素直にこの自分のこの発信ができる人っていうのが僕は支持されていくと思いますだから山本太郎さんがあの本当にあのトップ首相とかになるレベルになったらもう時代背景が要はその今までの形にこだわってる人たちがお亡くなりになりまして。 まあなくなるんで。多分今、政権を握ってる多くの人っていう、あの、多くの年齢層っていうのが60、70とかじゃないですか。50、60、70。じゃここの、ここの世代間がなくなった時にいなくなるじゃないですか。絶対に。だこの時に大きく素朴は変わると思いますね。うん。だから今までのその、くず、なんだな。天下りとかあるじゃないですか。だからそういうのを、うん、なんだろうな。牽引していた。そういう、それを、 やってた人たちがいなくなるんで、で、山本太郎さんみたいな、もう、ちゃんとやろうぜみたいな。いや、ちゃんとやろうぜいや、ちゃんとやった方がいいよねみたいなのが集まってきて、で、これがもう権力握ってきたら、もうすげえ変わると思います。ただ、これが今、ハイブリッドなんですよね。だから今、今難しい理由としては、そことそこのこの、この、狭間の世代なんで、今。これはね、大きく時代が変わると思います。それはやっぱインターネットで情報が流通するようになったと。 でえー、誰でもそのい,いくらでも情報が見れて身近になったっていう本当に選挙なんかもう本当に分かりやすいなと思いますだからその N 国党の立花さんも普通だったら昔だったらあんな無理ですよ昔だったら無理ですよでも今はあのいけるわけですよ、うん、でそれは身近になってで誰を支持するのかより身近なより身近でそのあそれだよみたいな、ね、それをやってくれっていうねそう でも今まではそれをね形上で言えなかったりとかねかいつまんで言ってる人たちが多かったですからまあこれから生きていく上ではやっぱ素直に生きるっていうのがあ大事なんじゃないですかね。素素素直直直ににに生きてて発信して素直に えー、情報を発信できるんで素直に発言していくっていくとうことですねで発言することによって結局久保さんの動画でも自分はこういう考え方だよっていうことに億万長者合宿っていうの、ね、タイトル入ってるけれども、えー、コメントが来るわけじゃないですかだから賛同してくれるわけですよだから久保哲郎誰やねんといや山本太郎で検索してるのにお,お前誰やねんって話じゃないですかだけどそれを見て何か共感したり何かを感じてくれる人を集められるわけですよ ということは、自分と同じ思想とか考え方の人を発信すればするほど集められるし、じゃあこの集めた時に何をするのか、一緒にじゃあ、や、なんか、旗立ち上げてなんかやるのか、それか、もしくは集めてそれをビジネスにするのか、まあそれは人それぞれだと思いますけど、とにかく、まあ素直に発信していくっていうことが大事だなと思いますね。はい。ということで、終わります。いってらっしゃい。